判定。しかしなんというファウラードードグリップエンドでバッティングしました。そうか、ドードのやつ、まさに空前絶後。素晴らしい。そうだそうなんだ、サンダーバキュームボールを打つにはこの打法しかなかったんだ。と言いますと？ああ、ビデオの用意ができたようですね。サンダーバキュームボールの場合、ボールが飛んでくると分かってからバットを振っていたんじゃ遅すぎるんです。投げた瞬間グリップエンドでミートする、早いポイントで確実に捉えられ、あ、ちょっと止めてください。ここです。しかもドードのバットのグリップは球形だ。球形の先端に全ての力を集約する。この1点に最大のパワーが生まれるわけです。なるほど、さすがトンガ出身の天才スラッガーパウラ・ドード。彼の巨大な体のどこにこんな奇想天外なアイデアが詰まっていたのでしょう。僕じゃないさ、大昔の日本人からアイデアをもらっただけだ。考えたな、ドード。でもファールはファールだ。そのマルチグリップエンドのど真ん中に当たんなきゃサンダーバキュームボールはホームランできないぞ。当ててみせる。燃えさせてくれるじゃんか、ドード。好きだぜこういうすっぱだかの勝負。限界速度に170キロを出してやる。勝負だ。ポイントを一点に絞り集中するんだ。早くドードが。またないファウル。ダイナマイトファウルが天井をぶちゃぶった。危ねえ。ポイントがわずかにずれた。あとほんの1ミリでジャストミートなのに、僕に何が足りない。ドードのやつ、ドーム球場ぶっ潰すつもりだぜ。ドーム遠慮することないわよ。ドードなんかさっさと料理して。ドードを料理するですって？ん？ドードを料理して食べようなんて、なんという野蛮なこと言うの。フリーフリードードフリーフリードードあースタンドから熱狂的なドードの声援が。フリーフリードードあー、ドード、私のドード、ドード、俺だ俺だ。何？ドードのお父さんとお母さん。ドード立派になって。その子がドームくんだね、お前のライバルの。なんと今夜の対決を見にドードのご両親が球場にいらっしゃったようです。パパママタイムタイムタイム。ドームくん、僕はとっても嬉しい、嬉しいんだ。なんだなんだ。僕、ドームくんちすごくお世話になりました。お母さんにも、あかねさんにも。だからドームくんに一番に紹介します。僕のパパとママです。ドード、そっか、ドード、母ちゃんと父ちゃんが来てくれたのか。よかったな。なんだよ、泣いてんのかよ。そういえば、ドードのお父さんは5年前トンガを出たまま行方不明になったと聞いていましたが。ああそうそう、ドードにインタビューして聞いたことがあります。ドードのお父さんは相撲取りを目指していたんだそうですね。相撲取りを。パパ、5年ぶりだね。パパ、どこ行っちゃうの。パパ、ママ、パパが行っちゃう、どこ行っちゃうの。パパはね、日本に行くんだよ。行くんじゃない。ドードは男の子だろ。パパ、どうして、どうして行っちゃうの。相撲取りになるためだ。相撲取り。そうだよ、強くて優しい日本一の相撲取りになるのはわしの夢なんだ。強くて優しい日本一の相撲取り。ドードも大きくなったらお相撲さんになるんだろ。ううん、ドードは野球の選手がいい。そうか、野球の選手か。それなら約束だ。パパは日本一の相撲取り、そしてドード、お前は誰にも負けない立派な野球の選手になる。約束だよ。僕頑張るよ。パ
パパと約束したもん。誰にも負けない立派な野球選手になる。絶対に、絶対に。パパ、あったかい風だ。パパとママがそばにいてくれるだけで、ここにもトンガの風が吹いてきたよ。どうだ。嵐だ。新しい力が湧いてきたぞ。僕は南のハリケーンだ。父ちゃんと母ちゃんのおかげで今度こそ本気みたいだな。だけどな、てっか俺は手加減なんかしない。相手が燃えれば燃えるほど俺の魔球も燃えたぎっちゃうってこと。来い、行くぜ。頑張れ。こっちだって負けないわ。頑張れドーム。ドーム、259キロ。そして投げては全てが日本新、いや世界新記録です。信じられない。サンダーバキュームボールはたった1球投げただけでも破滅的に体力を消耗するボールなんです。それが1球1球投げるごとにスピードが速くなるなんて。おいドーム、ドーム大丈夫？大丈夫、ちょっと滑っちゃったの。無理すんなよ。岡崎さんこそちょんぼしないで。バカ、俺は中畑だ。もうほとんど目が見えないよ。お前も限界だ。交代しろ、ギブアップしろ。嫌だ。どうだ、俺が打ち取る。ドーム、この意地っ張り。世の中意地だけ張ればいいってもんじゃないんだぞ。監督。パパ、ママ見てくれた。ドームはこんなに素晴らしいライバルなんだよ。新庄ドーム限界か。お母さん、ドーム死んじゃう。父ちゃんいつか言ってたよね、男には命を懸けて燃えられる瞬間があるって。今がその瞬間みたいだ。パパ、ママ見てて。行くぜ、ドード。究極のサンダーバキュームボールだ。スピンが空気を巻き込んでボールを浮かしているんです。おお、あっと落ちてきた。逆落としだ。あっと上取れない。ボールはまた浮き上がった。まるでネズミ花火。この街取れるか。クロマティ頼む。クロマティ頼む、取ってやってくれ。ノー、また方向を変えた。腹突っ込んだ。取れるか。ああ、取れない。ヒット。打球は
点点。ロードは三塁を回っている。これはランニングホームランになるぞ。おっと、ドードがおかしい。ドード、ドード、一体これは極限状態だったんだ。え、270キロのボールをドードはファウルし続けた。1ミリの違いもなくバットに当てるため、限界まで精神力を集中していたんです。それじゃあドードの神経はボロボロに。ホームだ、ホームがあそこに。ドードすでに失神しかけている様子。それでもホームは目立ちます。ドード車で今カーブ。おっと、それたまに合わない。ドードは俺が刺す。サンダーバキューム、バックホーム。山倉たち行った。どっちが先だ。メーターぶっちぎり。やったぜドーム。判定はアウト。しかし起き上がれません。二人とも気絶したまま。いかん、ドーム。ドーム、なんということでしょうか。お互い視力を尽くし燃え尽きたとしか言いようがありません。ドーム大丈夫か。おいドーム、しっかりしろ。最高だったぜドード。まったく、なんてやつだ。笑いながら眠ってやがる。ドーム、ありがとう。ドード笑っています。二人のライバルが微笑んでいます。ドード、よくやったぞ。わしは素晴らしい息子を持った。ああ、よくやったドーム。早く帰ってこい。今夜は肉入りのすき焼き壊してやる。肉入りね、お母さん。え、どうじゃ、俺やったぜ。褒めてくれ。立つ。父ちゃん。どうも。終わったんですか。九死に残る名勝か。素晴らしい。こんな結末があったでしょうか。おはよう、ドーム。ドード、朝か？違うよ、試合は終わったみたいだけどね。そっか。そして、僕たちの勝負も終わったんだ。え？負けたよ、ドーム。とうとう僕は、君のサンダーバキュンボールをホームランできなかった。ドード。パパ！ドード！ママも！ドード。会いたかった。パパ！ごめんよ、ドード。5年間連絡もせず。わしはついに相撲取りにはなれなかった。怪我をして夢を諦めねばならなかった。だが、お前は立派な野球選手になった。お前はわしの誇りだ。ありがとう、パパ。これからは3人一緒に日本で暮らそう。うちも建てたぞ。パパ！よかったな。あ、そうだ、紹介しなきゃ。僕の素晴らしいライバル、ドーム君。あれ、ドーム君。
ドーム、僕決めたよ。なんなのなんなの改まって。僕もう野球はやらない。え？君との勝負で僕のありったけの力を燃やし尽くしたよ。野球にもう未練はない。どうぞ。前から考えていたんだ。野球が終わったら今度はパパが果たせなかった夢を僕が叶えたいと。父ちゃんの相撲取りになる。強くて優しい日本一の相撲取りに。僕は明日から新しい目標にチャレンジする。お前ならなれるよ、世界一の相撲取りに。どうもだ、世界一のピッチャーになれる。いや、俺は宇宙一。忘れないよ、君との勝負。俺もさ、忘れない。母ちゃん、行ってきます。ドーム、何でボケてんの。今日は日曜日よ。分かってるよ、行ってきます。ちょっとドーム。いいのよ、あかね。え？今日はドームの学校、父親参観日なのよ。そう、そうだったの。お父さんがいないの、クラスでドームだけだったわね。いい、みんな、お父さんがいらしてるからっていい子ぶらないようにね。あら、五郎くん、いつもみたいに騒がないのかしら。え、騒ぐだなんて、僕はそんな。何気取ってんだ、五郎。ねえねえねえ、見て見て、サンタのお父さんってサンタそっくり。ヒデオのお父さんも。あら、香織ちゃんのお父さん、さすがハンサムね。でも、私のパパの方が上ね。おお、よく言うぜ。でもいいよな、父ちゃんのいるやつはよ。それじゃこの問題、誰かわかる人、ドームくん。はい。この問題の答えはいくつですか。先生、俺より父ちゃんの来てるやつに当てた方がいいんじゃないの。俺、今日は脇役やってっからさ。ドーム、何を言ってる。え、きちんと問題に答えなさい。今日は私が来ているんだから。藤田監督。藤田監督ではありません。今日は私がドームの父親です。藤田監督が俺の。よっ、俺も今日一日ドームの父親だ。中畑さん。なんだ、中畑さんも来てたのか。俺もドームの父親のつもりで来たのに。俺もだよ。私もね。篠塚さん、岡崎さん、九郎さん。五年一組はここですか。あれよ、斉藤さん、桑田さん、駒田さん。あー、どうぞ。どうぞの父ちゃんまで。どうも。ほら、どうした、問題を解かないのか。お前にはこんなにたくさんの父親がいるというのに。なくなっちゃったね、お母さん。ありがとうございます、皆さん。静かに、静かに。ドームくん。